レナード・ブルームフィールドはアメリカの言語学者。1930年代から1950年代にかけてアメリカの構造主義言語学の発展をリードした。1933年の著書ランゲージは当時の言語学の状態を映し出しており、特によく知られている。ブルームフィールドはジュデン・ジークムントとカローラ・ブーバー・ブルームフィールドの子としてシカゴで生まれた。 おじのモーリス・ブルームフィールドは、ジョンズ・ホップキンス大学でサンスクリット及び、比較文献学を教えていた。ブルームフィールドは1903年に、ボストンのハーバード大学に入学。1906年に学位を取得して、ウィスコンシン大学の AB アシスタント・イン・ジャーマンとなった。エドワード・プロコシュの下で学んだ後、言語学の道を歩むことを決める。1908年、 シカゴ大学で助手に就任。一年後、フランシス・エー・ウッドの下で、A、セミセオロジック・ディフェレンシエーション・イン・ジャーマニック、セック・アリー・アプラウトという論文で博士号を取得。同年、アリス・セイヤーズと結婚した。1909年と1910年にシ、新シティ大学でドイツ語を教えた後、1913年まで、イリノイ大学のドイツ語学科に勤めた。 1913年から1914年の冬、楽器にはゲッティンゲン及びライプツヒで青年文法学派のアウグストレスキーイン、カール・ブルクマンの下で比較言語学を学び始めた。1914年夏楽器にはヤコブ・バッカーナーゲルの下で言語学を、またインド学、イラン学を学び始めた。1913年から1921年は、 ドイツでの修学経験を前提条件としていた、イリノイ大学の比較文献学及び、ドイツ語の助教授を務めた。1921年からは、行動主義者アルバート・ P ・ワイスと共に、オハイオ州立大学のドイツ語及び言語学の教授として勤務した。1924年には、ジョージ・エム・ボーリング及び、エドガー・エイジスターティバントと共に、 アメリカ言語学会の設立委員会に所属した。彼は1927年にシカゴへ移り、1940年までシカゴ大学でゲルマン文献学を教えた。1935年にはアメリカ言語学会の会長に就任。1940年にはエドワード・サピアの後継としてイエール大学の言語学のスターリングプロフェッサーとなった。ブルームフィールドは アメリカ言語学会の創設に関わった主要な人物である。ブルームフィールドの思想は意味の研究における行動主義的原理、言語データの分析における形式的な手続きの強要、また言語学に厳密な科学的方法をもたらそうという一般的な関心によって特徴づけられる。その後1950年代から1960年代に かけて、生成文法の出現とともに、ブルームフィールドの存在感は低下することになる。ブルームフィールドはまたアルゴンキン五族の系統に関する調査を行い、アルゴンキン祖語を再建した。彼の論文は、現在もアルゴンキン五族の歴史研究の基礎となっている。ありがとうございます。